今ですね、所得格差がどん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 広がっています。そしてこのコロナでますます格差が広がっています。これはもう今日のいろんな質疑の中でも出てきました。そうするとですね、まず給付付き税額控除を作って、所得の低い人には現金でキャッシュバックをする。そしてその財源は所得控除をやめちゃえばいいんですよ。所得控除っていうのは金持ちを得しますから。所得控除をやめて税額控除をして、中低所得者を助けてあげる。そして、特に高額所得の方からはですね、資産性所得が多いわけです。これもよくされる議論です。この資産性所得をきちんと課税するためには、株式やこれの譲渡益、そして配当はすでにマイナンバーついてるんです。はい。支払い調書がありますから、ご存知の通りです。生命保険もそうです。だけど、利子所得についてはおっしゃった通り、これ番号ついてませんし。だけど少なくとも義務的に預金口座とマイナンバーを紐付けをして、それをきちんと把握した上で、所得再分配効果のきちんとできるような税制改正、税と社会保障の一体改革をしていくべきだと思います。総理のご見解を伺いたいと思います。内閣総理大臣、菅義偉君。社会全体のデジタル化を進めるために、行政が利用者目線に立って、デジタルトランスフォーメーションを実現することが極めて大事だというふうに思います。そのためにマイナンバー制度は不可欠だと思っています。今般、給付のための口座を登録できるようにするとともに、新規口座開設時に金融機関がマイナンバーの告知を求めることを義務付ける法案を提出したところです。これは国民の金融資産を把握するものではありませんが、預貯金口座にマイナンバーを付番することにより、迅速な給付の実現や、所在のわからない口座情報の把握に資するためのものであります。詳細は平井大臣から説明をおっしゃると思います。国務大臣、平井卓也君。簡潔に。はい、今、総理がお話になったとおりでございまして、今回の法案に関して言えばですね、国民の負担軽減のための制度として、その検討しているわけで、国民の金融資産を補足するものではないんです。で、現行のですね、制度上、政府が法律に基づき、国民の資産を調査する必要があると認められる場合は、その預貯金口座にマイナンバーが付番されているか否かにかかわらず調査対象となるということで、マイナンバーの付番の有無によって調査の対象や範囲が変わることがない。先生のご意見はよくわかりますが、ここはいろいろな議論があるというところだと思います。岸本周平君。はい、本当、平井大臣とは長い付き合いで、目と目を見れば分かり合うんですけど、実はマイナンバーっていうのはね、マイナンバーっていうのは、民主党政権の時に提案したんですよ、法律出したんですよ、マイナンバーは、社会保障と税の一体改革のために。だけどね、政権変わっちゃったんですよ、法案通るとき、そのときにですね、修正してるんです。で、実務担当者がですね、自民党は平井卓也大臣で、公明党が高木道夫代議士で、民主党は私がやったんで、中身は分かってます。でその